こんにちは、猫倉淳です。今回は7月9日金曜日に発売予定のポケモンカードの新座の紹介をしたいと思います。今回は魔天パーフェクトという新段と爽空ストリームという新段が発売されます。今回はですね、みんな大好きなドラゴンタイプが初めてソード&シールドで登場しますので、これはとても楽しみですね。にしても発売スピードが鬼のように速いね。プレイヤーは大変だと思うんですけど、早速見ていきましょう。で、今回こんな感じでイメージ画像がホームページに載ってるんですけど、こんなのいつもあったっけ？なにこれ、めちゃめちゃかっこいいじゃん。このドラゴンエネルギーね、が地中から飛び出してるのかな、のその横にジュラルドンだとかグレム、レクーザ、オンバーンもいるね。あとサザンドラ。この絵がめちゃくちゃかっこいいです。この絵は男子大好きだね。ドラゴンはやっぱかっこいいよ。はい、まずは魔天パーフェクトを紹介していきます。まずはジュラルドン VMAX、 こちらが魔天パーフェクトのメインポケモンですね。一撃のポケモン VMAX 独占魔天狼により、特殊エネルギーがついている相手のポケモンから技のダメージを受けない巨大粉砕という大ダメージの技を持つため、攻守ともに非常に強いポケモン VMAX ということで、 HP が330あって、特殊エネルギーがついていたらダメージを受けないということで、めちゃめちゃ強いね。ジュラルドン V、 ジュラルドン VMAX に V 進化できる一撃のポケモン V。 技ワイドブレイカーを受けた相手のポケモンは次の番に使うダメージがマイナス30されるという技を持っています。オンバーン V、 超エネルギー1個で使え、相手のポケモン全員に20ダメージを与える技、爆音波。この技面白いね。と、自分と相手の手札が同じ枚数なら180ダメージを与える技、シンクロラウドを使い分けながら戦える。トリッキーな技が多くて、こういうポケモンは好きですね。で、オンバーン自体も好きなポケモンなので、これは個人的に楽しみです。はい、チルタリスが来たね。チルタリスは歴代なかなか強い技を持っているので、今回も楽しみですけど、特性イザナウ調べは、自分の山札からサポートを1枚選び、山札の上に戻すことができる。戻した山札のサポートは次の自分の番に引くか、山札を引く効果のカードを使ってすぐに手札に加えることもできるということで、おー、サポートをサーチできるんだね。で、ヤレユータのサルジェとかを使ってしまえば、好きなタイミングでサポートが持ってこれるので、例えばボスの指令で最後決めに行ったり、博士の研究でカードを補充するっていうこともできるので強いですね。はい、チルッと、チルタリスに進化できるポケモンですね。ラストがとても可愛いです。サザンドラ、技ドラゴンカウンターは、前の相手の番に相手が取ったサイドの枚数が多いほどダメージが大きくなります。ジヘッド、サザンドラに進化できる進化元のポケモンですね。技2つとも必要になるエネルギーがサザンドラの技と同じになってます。モノズ、ジヘッドに進化できるポケモン。技仲間を呼ぶを使って、自分の山札から種ポケモンを1枚ベンチに出させるため、対戦の序盤などに準備を進めることができます。ジジーロン、自分のベンチポケモンにダメ感が乗っていれば160ダメージになる技逆上を持っている。技に必要なエネルギーが合計2個であり、
さらに種ポケモンで場に出しやすい。ディアルガ一撃のポケモン技クロノワインドは80ダメージを与えながら技を受けた相手がポケモン V であれば次の技を使えなくする。捕食エネルギー3個で使えます。おお、キバナが来たね。キバナはとてもかっこいいジムリーダーなので、この SR はとても楽しみです。前の相手の番に自分のポケモンが気絶していれば使用できるサポート、自分のドラッシュから基本エネルギーを1枚自分のポケモンにつけ、その後山札から好きなカードを手札に加えることができる。前の番にバトル場のポケモンが倒されてしまっていても、このサポートで体勢を立て直すことができるということです。そして結晶の洞窟スタジアム、自分の番に1回自分の鋼ポケモンとドラゴンタイプのポケモン全員の HP をそれぞれ30回復することができます。はい、バテンパーフェクトはこんなラインナップになってます。次に総空ストリームを紹介していきます。総空ストリームはレックーザがメインですね。レックーザ VMAX、 連撃のポケモン VMAX、 ついている炎タイプか雷タイプの基本エネルギーのどちらかを好きなだけトラッシュし、その分ダメージが大きくなる技ダイバーストが超強力。例えば4枚トラッシュで340ダメージ、青天井ですね。ほとんどの VMAX を倒すことができる。さらに手札を全てトラッシュし山札を3枚引くことができる。総空の波動を使えば手札を入れ替えたり特定のカードを積極的にトラッシュして自分の戦略を実現しやすくということで、総空の波動っていう、これは控えめに言ってもめちゃくちゃ強いね。レックーザ V、 レックーザ VMAX に V 進化できる連撃のポケモン。技スパイラルバーストはついている炎タイプか雷タイプの基本エネルギーのどちらかを2枚までトラッシュし最大180ダメージということで、竜の波動も強いね。エネルギー1個で40ダメージ、ベンチでエネルギーを貯めて VMAX に備えるのがいいと思います。海竜 V、 なんかイラストが可愛いね。250という大ダメージの技ドラゴンゲイルが強力。技を使うために必要な水エネルギー2個、雷エネルギー1個をうまくつけることができれば奇襲が可能ということで、このね、水エネルギー2個と雷エネルギーをどう供給するかっていうところ次第なんですけど、250ダメージ、 V ポケモンにしては HP も230あってドラゴンタイプらしい感じですね。電流技エレクトロラッシュはついている雷エネルギーを3枚トラッシュして220ダメージを与えることができ強力。トラッシュしない場合は100ダメージなので状況を見て使い分けよう。モココ、このモココは強力です。電流に進化できるポケモン、特性エレキダイナモは自分の番に1回使え、自分のトラッシュから雷エネルギーを1枚選び、ベンチポケモンにつけることができる。エネルギーをトラッシュする代わりに大ダメージを与える技を持つポケモンと相性がいいということで、もうレックーザと一緒に使ってくれっていう風な説明になってますね。メリープ、モココに進化できるポケモン、倒されないようにベンチでしっかりと準備しよう。アップデュー、強酸粘液は無色エネルギー1個で使え、相手の場の特性を持つポケモン×50ダメージ。アルップル、ベッドリ粘液は無色エネルギー1個で使え、相手の場のポケモンについている特殊エネルギーの枚数×70ダメージ。カジッチュ、アプリュー、あるいはタルプルに進化できるポケモンになっています。
そしてヒガナの決意、ヒガナが来ましたね。ヒガナはイラストがとても人気なので SR がこちらも楽しみですね。ヒガナの決意、自分の手札を2枚トラッシュすることで使えるサポート、相手の場のポケモンの数だけ山札を引くことができるので場にポケモンの数が多い終盤により効果的に使える、また手札から任意のカードをトラッシュできるのでトラッシュを利用するカードと相性がいい。で最後に嵐の山脈スタジアムですね。お互いのプレイヤーが自分の番ごとに1回自分の山札から雷タイプかドラゴンタイプのポケモンを1枚選んでベンチに出すことができる。雷タイプかドラゴンタイプのポケモンを使うデッキと使うと効果的ということです。こんな感じでマテンパーフェクトも送空ストリームもどちらかというとバトル向きな強いポケモンがたくさん収録されていますね。今回紹介したマテンパーフェクト送空ストリームを合計10パックごと購入ごとにプロモカードを1パックプレゼントしてもらえるみたいです。こちらもねジュラルゾン V だったりレクーザ V のプロモが、ね、ランダムで当たるみたいなので、あ、このチルタリスもいいね。はい、という感じで1月9日金曜日にマテンパーフェクト送球ストリームは発売されます。また新情報が出てき次第情報を発信していきますので、チャンネル登録とコメントグッドボタンの方よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。